ありがとう猫ちゃん。もーちゃんおはよう。いやまあメンヘラかな。自分でメンヘラって思ってないんだけど、ポジティブだし、うん、ガチで見てるほど、ああそっか、男性と絡むからってことか。でもなんかそれもさあ、玄関見て外、え、何怖いこと言わないで、何、え、怖いこと言わないで、うん、僕も僕ゼロイアンと仲、あ、仲いいんだ、エイジさん、そこ許せよ、そこは許せよ、全然私もだってあのね、ゼロワンには感謝してるよ、何のあれもないから、ありがとうって気持ちだ、うん、よし、玉ねぎみじん切り、褒めてないんだろう。メンヘラで自分勝手だと思った。エンタメだから。エンタメ。そんなエンタメだよ。あきこママが言ってたじゃん、なんかなんでふわっち嫌になったのって、なんか冗談で言ってることもそんなこと言ったらかわいそうじゃんとかもう言ってくるのにもう疲れたって。いやそれわかるなって、ちょっとの おふざけもさ、かわいそうかわいそうみたいな。みじん切り用と輪切り用に、こっちは甘い色にするようだよ、うん、溶け、料理だるくないよ。あーそうだ、なんかさ、キャリーちゃんがせっかく東京いてるのになんかタイミング合わないかもしんない、うん、もう親も兄弟もいらない、天涯孤独だから家寂しい、なんで兄弟も親もいらない、でもそれわかる、え、てかぶっちゃけ親いなくてもね、でも寂しいんだ、 冬がそうさせてるんじゃない、冬って寂しいよね、寒いと寂しくなるよね、おや、いない、あ、いない、いない。いや、いなくても、私いなくても全然寂しくないんだけど、親とか兄弟とか別に。ね。
ねぎに口に挟むと涙出ない。何を言ってんだ、いないって言ったんだね。ありがとうクマ。まあでも絶対にずっと孤独じゃないから、私もなんか恋愛とかして、あもう絶対次の人なんていないし、この人以上の人なんて出会えないんだとか毎回思うんだけどさ、そんなことないんだよね。もう私は絶対孤独だとかさ、そんなことないよね。孤独じゃないよ、大丈夫だよ。私5人兄弟の末っ子だけど、全く兄弟と会いたいとも思わないし、まあ、それぐらいなんかこうなんだろう、じゃあ恵まれてたとか素敵な兄弟家族だったってことかな。私は別に一生会えなくてもいいし、あたださ、あのペットとか飼っちゃうと婚期逃しちゃうっていうのは、あれは女だけなんかな。私はまさにそうだったと思う。まあこの子たちに出会えて嬉しいからいいけど、男もある。普段腹立つことなんて無力になると思う、まあ、確かに。あ、なんかさ間違えた、こっちだった。マユと結婚するわ。マユと結婚してくれる人のしてください。俺マユと結婚してもいいよって人、うん、あ、にゃんこいるんだ、ありがとう花火。にゃんこか、私猫苦手猫は苦手。よし、魚釣りするか。魚釣り、釣りだぞ。美味しいかい？やばい、月50いくらで生活してんだろう。ちゃんと数えてないな。
んと数えてない。人参アレルギー、ハニフクちゃんね、野菜大好きだから。一番皮が、あの、で、ピーラーね、ピーラー。洗ったし。皮が一番栄養あるんだよね。うん、大丈夫。ピーラーでやって、さらに洗ったから。分かってますよ。ほら、福ちゃん。人参は、どうやってカットする？眉30万ね。え、全然嬉しいよ。もう私そういうあのなんだろう、普通に嬉しいよ。アーカーとか好きだし。乱切りです。ハリーが可愛いけどね。でもアーカーも好き。うん、僕もともと犬派でもニャンコ飼ったら猫派。あ、そうなんだ。私猫あれだからな。あと猫って気まぐれだからさ、なんか猫って多分私に似てんだよ。自分に似てるよりもさ、ないものねだりな方が、犬の方が。犬って絶対的に愛をくれるじゃん。でも猫って気まぐれだからさ、あれがちょっと寂しいんだよね。じゃあ牛脂でやっていきたいと思います。そう、同族犬よ。あちゃん似てるでしょ。私多分猫派なんだよ。うん、へえ。そう、自分がそうだから絶対に愛情をくれる犬が好き。どんな時も絶対にくれるんじゃん。じゃあこれ甘色になるまで炒めます。ボサボサだな、少年みたい。なんか私今さ、なんか風邪ひいてたからさ、スイッチで牧場物語やってる。何時間寝た？めちゃくちゃ寝たね。でさっき起きて、深夜に起きて、いやもうやばいよ。昨日本当にやばい寝た。歯に猫、そう、猫っぽいね、歯にね。ね、マンコ？マイ応援団の人。マンコ？なんだろう。お腹減った。お腹減った。で昨日ナポリタン作ったんだけど、配信外でさ、でもこれ傷んでる野菜があったからそれ食べようと思ったら、あの野菜に虫がなんかカタツムリみたいなのが
ついてた。マユチンコ。前の YouTube 見てた。いや、ちっちゃな波口だったからまだ平気だったけど。そっか。なんか昨日はなんかすごい歌い手の人が現れたらしいよ、ふわちん。なんかトワくんっていたじゃん、高校生の18歳の。なんかあの人ちょっと落ち着いたね。なんかこのままプラチナプラス行くんじゃないかって思ったけど、さすがにそんなことはなかった。めっちゃ幸せじゃん、孤独じゃねえじゃん。あの18歳のトワくん、あ、プラチナだったの、やばいね。でもプラチナらしいよ、恐ろしいわ。相当あの銭ゲバだよね、一生イベントやってるよ。大丈夫なのか、あの年でさ。ね、キラキラ配信つまんない、ね、まあね。だからふわっちってさ、なんかイケメンとかいないもんね。やっぱ人気な人ってそうだね。ゼニゲバまではいかないけど、ゼニゲバまでは、まあ別にゼニゲバでもいいけど、イケメンで面白かったら、でもさ怖いよね。私リアルでもしイケメンで仮に面白い人がいたら、なんか恐ろしくて、あ、この人に絶対近づいちゃいけないなって思う。完璧すぎちゃうじゃんそれ。絶対なんか裏があるなって思う、かといってイケメンで面白くない人と付き合っても面白くないから飽きちゃうんだよ。飽きちゃうんだよ。だから私歴代そのイケメンとか面食いだったからさ、イケメンと結構付き合ってたんだけど、自分の中で今までで好きだった人順位つけるとやっぱみんなブサイクなんだよね。ブスは思ってないけどね、思ってないけど旗から見るとブスって言われる。散ります、お世話になりました、さよなら。死ぬの、死なないでよ、その顔で。しかも死なないで、ケイちゃんいらっしゃい、ダウンタイムうつは本当にある。でも何か例えば DM でさ
え、今たくまくんともしかしているとか言ってたけどさ、いてないからね。なんか勘違いしてる人から連絡来たけど、いないよ。もう終わったから、本当にもう私の中ではもう切り替わってるからね。完全に切り替わってるから安心して、マジで。マヨミでも毎回予算にブロックされる。私もこの前ブロックされた。奇遇だね。いや、切り替えた、マジで。もう、なんだろう、全部、なんかこう、なんか、例えば、なんか、こうこうでこういうこと言ってたよとかね、来ても、まあなんかそういう教えてくれるリスナーさんもいてるけど、全部私のことを利用しようとしてるとしか思わないから。あよさんに会えるね。そうだね。切り替えたんで。女は強いから。あ、せいじさん来るんだ。え、せいじさん歌うの？せいじさん歌うのかな？本当？え、なんでせいじさんじゃ出ないの？出ればいいのに。あ、じゃがいも入れない、冷凍できないから太るし。別れてなかったらいいか。12名は聖地って機長が言ってる。え、牛すじカレー。え、ちょっと待って、機長さん、ひどんなさん、まゆ、よっさん、テンストさん、あと誰だっけ、ふじみさん、あと、いたっけ、5人だっけ。あ、松平さん6人でさ、あ、で、ななちゃんって7人？え？ 10 人目ってどういうこと？え？ 7 人いるとして、で、ライブの箱の時間は4時間。4時間らしい。それで、1人5曲歌う。で、5曲は、まあ、1曲5分振ると考えて、まあ、最低、鼻水だ。最低30分はさ、30分は枠をど、え、無理じゃん。え、だってライブの時間が4時間、箱の、機長さん大丈夫な、どういうことなんだろう。で、10人の愛の塊聞くのしんどくない？課題曲愛の塊。ムルフィさんは MC だから。あ、そう、ゲンさんいるよ。エンジさん来る？ほんとだよ。課題曲いらないよね。まあ、いらない。まあ、それは機長さんの企画だからあれだけど。あ、姉さんはインフルだから中止だって。え、ってか、テニストさんとセイジさんがバチバチなの？そこら辺全然知らないんだよ。そうそうそう。で、ムロフィさんが多分 MC ってことは、その、例えば、マユとこう、ムロフィさんのこう、セッションみたいな、え、次はこれ歌うんですけど、え、この曲ってこのあれじゃないですか、みたいなくだりも入れるとして、
4時間10人は無理だろ。あ、じゃあ仲悪くないんだ。これもいいかな、そろそろ。じゃあちょっと牛筋を、牛筋ができた。あ、なんかスープがすごい美味しそう。スープが美味しそうだよ。このスープを使わないとね、うん、え？は？あ、びっくりした。もうやめてよ、やめてよ、びっくりした。電話してないから、え、勝手どういうことって思った今。私じゃないよ、うん、電話してこないでよってさ、私電話してないわ、謝ってよ。言うだけ言って帰ってさ、なんなんだよマジで、うん、ビビるわ普通に。さよなら。びっくりした。本当だよ。ビビるよね。じゃあちょっとこのスープもったいないから、これ使います。これなんか牛すじのテールスープ、これを使います。なんかうまそう、すごいいい匂いする。よいしょ。よいしょ。これね、国産だよ、国産。うん、国産。あ、柔らかい。熱っ。熱い。熱い。炊飯器で簡単に柔らかく牛すじができた。初めてやったけど。あんたのじゃないよ、悪いけど。で、紅白楽しみだな。じゃあいろんな人に会えるね、うん、いろんな人に出会える。ねえ、まいちゃんのウェディングドレスをみんなにお見舞いするわ。
牛すじはね結構臭いから、あの生姜と生姜とねネギのあの頭